画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。巷ではバイオハザード7が流行っておりますけども、私は今回デッドバイデイライト7の方をプレゼントしていきたいと思います。何それ、なんか間違っちゃった、ごめんね。バイオハザード、デッドバイデイライトの方をねプレイしていきたいと思います。なんか派手な人いるな、白い白衣の人いるな、あれ私の顔ぐらい白いねこれね。あれはね、今回ヤンキーマイケル君、ヤンキーマイケル君がね、発電機に蹴りを食らわして回っていくぞ、回し蹴りを回していくぞ。うちの中1の高校の先生、中1の高校の先生って誰だよ、あの中1の担任の先生がね、よく回し蹴りをやってたという話もしましたけどもね、そんな感じでね、ことあるごとに発電している君の発電機に回し蹴りをしていくぞ、勝手に先生の知らないところで勝手に発電機を発電させないようにな、君の可愛い発電機を発電させないぞ、私は何のテンションでしょうか、何のテンションかと言われたら、これ徹夜のテンションです。徹夜のテンションは後で自分で動画編集で見返すとね、もう何やってんだと、自分の頬をね軽くパーンパーン叩いてね、パーンパーン叩いてね、しっかりしろってね、なることあるのね。でももうここまで来たらね、もうそのまま動画にするっていう感じなのね。まあみんなからしたらね、あ、生まれ故郷、私の来ちゃった、いや生まれ故郷、まあ、これは頑張んないと。今回のパークちょっと私全部1になんかバグで戻ってない、あれいや確かに中には1のやつあった気がしなくもないんだけど、あれ、いや1のやつは持ってなかったはずだけど、おーい、もうそこやない、メガネレベル1マイケルはね、静かに近寄っていくから、だから気づかなかったんだろうな。どこに行こうというのか、どこに行ってもいいけど、この町は私の町だから、必ず君を見つけてみせる、必ず君と巡り会える、そう赤い糸で結ばれているのだから。どこ行った、赤い血を流すか、赤い血でつながっているからな。ちょっと待って、ここもういい、あれはどうせぐるって回ってくるから、あれ壊しとく、こうぐるーってこっち行くでしょどうせ。違うか、さあ私の指紋聞こえないだろう、いたな、試させていただこう、私のパワーを試させていただこう、ストーカーパワーが上がった、これで君の住所を特定したぞ。住所を特定したぞ。はい、君のアパートにそのまま、来ました。向こうからなんかもう救われそうな予感するけども、ちょっと様子見に行きましょうか。ストーカー能力を発揮していこう。第3段階にはね、あ、やっぱ救われたな。ヤンキーマイケルの蹴りをくらえ。なんかね、まあレベル3になるとワンパンタイムに入るんだけども、こう何回もワンパンタイムに入るというよりは、こう徐々に上げていって、重要なシーンでしっかり3に貯めてザクンといく堅実な方法で今回いきましょうか。走っているね、元気だね、元気が一番だ、元気がいい女の子もいいけども、元気がいい男の子もいいな。さあそっちに行くのか。メガネはね、全然前回ぐらいにね、やたらプロいメガネと出会ったからちょっとトラウマになってるぞ。そう行くか、メガネよ、そう行くか、捕らえられる、オッケー、あはあ、いいやん来たな、はいはいはいっていうね、あれね、もう本当に私メガネのファンだから、君の叫び声本当にいいから、あっはいほーっていうね、あれマジで着信音にしたい、携帯の着信音にしたい。
板倒す音とかもちょっとあの LINE のメッセクロードにしたいの、ね、カタンカタンっていう あれね地味すぎて気づかんかな。あれ LINE の着信音とか変えれるのかな、自分のカスタマイズで。 MP4 音源とかにしたやつでできないですかね。2回行った、あちょっと待って、今映ってなかった、私かな映ったの。あ、ちょっと待って、下に降りた下に降りた、あ、いたいたいた、ニヤちゃんになってる。さあ、これどんな声で泣くんだったっけ、ニヤちゃん。あーあーっていうね。いや、生存者のね声真似大好き私。私メガネのコスプレしてゲームショー行きたいのね。で、あの断るごとにあはいはいはいっていう感じでね、あのなんかこう倒れ込むように走りたいね。あ怖いわ、そんなコスプレ怖いわ。さあ、あの子を助けに来な、パンクっ子を助けに来な。私ツンツンしてるパンクっ子好きですね。うん、私の前では出れちゃうような、そんな、あ、向こうか、そんなパンクっ子いいね。壊していこう、愛の結晶を壊していくぞ。君がせっかく発電させた、おおっと、スライドしているな。なんだなんだ、あのスーッといって、スーッといってたけど、あれ何か倒しているけども、あなたそこは意味がないぞ。私はね、キャリー倒すのがこれ遅いんですよね。もういい、こっち側に行こう、壊させていただこう。ヤンキーだ。発電機に蹴り食らわせるイコールヤンキーみたいな、すんごい安直なこの発想。さあ、メガネこっち側に抜けてきてないか、抜けてきてないな。あのね、4人みんなあの元気いいんだけど、ちょっと待って、これ大丈夫かね、これ向こう側からどうしよう。ここの発電機も元気だしな、ただもう壊して回るから。私だって壊せるようになったんだから、壊す動画をね全部の殺人鬼で撮りたい。おっと、言った、気づいていなかった、後ろ見てたんだろうね君。後ろばっかり見てるとね、志村後ろ後ろの後ろじゃない、前にいたっていうことになるから、前前前みたいなね。そっちかそっちか、飛び越えていったのか。ん、あ、そう、あ、そう、発電しちゃったね。まずいな、4人も生き残ってんのに発電機3つになってしもうだな。あ、いた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 、右の方でもいいんだ、あれか、どこに行こうというのかね。見つけているぞ、君のことは見つけている。よし、よかったよかった、やっと吊るせますわ。さあ行こう、メガネ、君のメガネをフキフキしてあげる。お、あ、いや待てよ、ちょっと間に合うかな。これそういえば鉄は持ってないんですよね。その代わりこれ全部レア度1になっちゃってるんだけども、倒れてる生存者の位置が分かるやつがつけてるんで、あ、まあ、ダウンしてても大丈夫、見つけやすいとは思うんですよ。こっち側いないな。さて一回戻ってみよう、助けに来ているかもしれない。イケメンメガネを、なんかカチャ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 、ん、カチャカチャ落としてるけど、ん、ちょっと待って、今カチャカチャ落としてたけど、え、このなんか壊してた今、あれ何の音今の、今あれちょっと待って、カチャカチャしてたよね、はて、まあいっか、向こう行きましょう。もうあれは救われないだろう。あー、いたないたない、しかし君たち壊させていただき、クククク、君たちの苦労が水の泡になるのを見て、私は君らの顔、絶望した君らの顔、そういった顔を見て、お、置いた、
私はね、お酒を飲みたい。そういうのを酒の魚にしてお酒を飲みたいぞ。いた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 。おーっと、そっちにもいるから、ちょっと待って、先こっち、先こっち行きましょう。回っていくんだろう。ちょっと待って、ミスった。待ち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 、おらよっと。第3段階にはね、もうちょいもうちょい貯めますわ。あのここでボーンなってね、あのうまくいかなかったあれなんで、確実なところで第3段階に貯めて、こうワンパンタイムに突入してね、うん、女の子をワンパンしていきたい、ワンワンパンパンしていきたいっていう感じなんですね。ワンワンパンパンって言うと途端になんかちょっといやらしい感じになってしまうんですけども、私何の意図もないですよ。いやらしいと思ってる人はちょっと、ご自身の想像力を、恨んでください。さあ、ここ大丈夫か。助けに来たところで第3段階になってバーン一網打尽にしたいっていうのはあるんだけど、助けに来なさそうだな。いや絶対来んだけどねこれ。壊しとこう、壊しちゃおう。そして戻ってみましょうか。救いに行ってるか。ちょっと来て来て、やっぱずっと来てると思ってたわ。絶対来てると思ってた。来た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 、第3段階来た。ここからの第3段階よなあ。しよしよしよし、救えないだろう、そりゃ救えないだろう。オッケーオッケー。そしてもう一人、もう一人をねどうにかしないといけない。来い来い、どこだどこだ、来てみろ来てみろ。あれはねほっとこい。よし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 、どこ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 、見えない見えない。んんん、行ってるな、助けに行ってる。あ、助けに行ってる助けに行ってる。まず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 。オッケー、よし、第3段階突入して一気にいった。あ、ちょっと待って、これ吊るしてもう一人、あれ大丈夫だよね。非常口行かないよね。あ、でも大丈夫よ。あれがありますから、さっき私説明した這いずり状態がピックアップされるパークをつけてるんで、鹿、通称鹿、うん、さあ見えてこい見えてこい、どこにいるかな。ほんとこれ役立つんだよね。マイケルとの相性素晴らしくいいんですよ。ワンパンタイムに行くからね、うん、さあどこだ、見えろ見えろ、見せてくれ、君のあれを見せてくれ、見せれるはずだよ私には。どこだ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 、なんかえ、ちょっと待って、今声したの、してるしてる。あ、いた、ほら赤く光ってるでしょう、綺麗だ。あ、白いノブコが残ってたんだね。白いノブコってなんだよ、綺麗なジャイアンみたいな言い方ですけど、あれ今回ホラー映画の話しなかったかな、ちょっと夢中になってましたね、ちょっとマイケルに。あのホラー映画、ホラー映画の話しなかったね、うん、まあ、いいか。次ねちょっとまたアレクサンドラ・アジャの、他の映画ね、前回ピラミア 3D を紹介してたんだけども、前回だっけね、それとはまた別のホラー映画をね紹介していきたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。まあ生存者とかと挟みつつやってるとは思いますけどもね、うん、それではご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。